クリスマス何してたんですか？充実したクリスマスを過ごしてました。うわ、これは男だ。美容院も行けるようになったし、あとお店でお洋服買いました。おしゃれに目覚めたってこと？じゃあクリエイターサポートを開いて、はい、アナイでクリック、はい、どうもおはこまにちゃん、アナイですと、そして時はこよいです、よろしくお願いします。もうナノホリック1期生所属って言わなくなったんやね。ナノホリック所属1期生の時はこよいです。はい、ありがとうございます。ということで、こよいちゃんとね、アナイで、結構なんかね、反響多くて、コメント欄にもね、アナこよ大好きみたいな、この二人の絡みみたいな、結構来るんよ。マジガチで。でもコメント欄見とるよね、こよいちゃんも。見てますね、でも。見てるでしょ？だから結構ね、師匠弟子のシリーズ、それが来るんよ。でも、反響が大きいじゃん。好きって言ってくれるけど、俺は不満なんよね。何がですか？おめえが師匠だからだよ。いや、そう言ってるから仕方ない。待ってとか言うから途中で。俺待ってて最後抜かされて師匠を奪われてるからね、前の。でもそういうところも勝敗にかかってくるから。駆け引きってこと？そう頭脳戦してるんだ。黙れバカ。ということで今日は師匠を奪還したい。どうしても年内に、もう年末なんでね、2022年終わりますよ。終わりますね。最後師匠で締めたいということで、今俺まだ弟子なんでね、あなたの師匠の。そうだよ、弟子。急に。そうですよね、そうですよね。そうですよね。なんで、もう最後取り返し終わるということで、アナこよでね、やっていこうと思います。いやでも、何？やっぱり、師匠のまま綺麗に終わるのがいいじゃないかなと思うんですけどね。お前それは実力でやってみろよ。おい。ちょっと待って。あ、これでいこう。いや、結構むずいかもな、これ。いいっすか？大丈夫です。しますよ。今までと全然違うタイプのアスレチックよ。いい？なるほど。もう、YouTuber も動画化してないんちゃうかな、ほぼほぼ。すごい。わかんない。見たことない。これをやってる人。はい、これです。カラードロッパー。はい、これやっていきます。ドロッパーってわかる？わかんないです。落ちてくんよね。落ちてって、障害物があるから避けながら落ちるみたいな。なるほど。で、下までうまくたどり着けみたいな。クリエイティブマップ。だから一回クリアできないと結構差がついちゃうから、待ってって言われてもクリアできるまで待ってないといけないから、俺待ちません、今日は。なんで待っててよ。なんで師匠待ってること前提なのよ。勘弁してくれよ。じゃあ逆もしかりですよ。待ってって言ったら待ってくれないの？構わへん、俺は。私は一向に構わん。はい、師匠、これちょっとまだ行かないでくださいよ。これ見てください、これ下。はい。簡単そう。簡単そうでしょ？行きます、じゃあ師匠から。いいっすよ。あ、もう簡単でしょ、もう師匠だから。超簡単じゃない？はい、師匠ダメですよ、そんなんじゃ。いや、ちょっと待って。予想してなかった。もう予想してればもう簡単なんですけど。あれ？ちょっと待って、師匠うまいな。ちょっと待ってくれ。やっぱりこれの方が必要だったな。すぐ終わりますかね。でもすごい。最初のとこで俺もう 63m のそこで死んじゃう。これむずいなあ。オッケー。はい。最後、こよいちゃんうまくない？マジ 173？ すごい。普通にすごい。あれ 63？ かっこよく決め、でもこれ気持ちいいね。1回でいけたら。惜しい。時はこよい一回見よう。はい。これ見て。マジで行った？行っちゃった。ねえ。行っちゃった？ちょっとやばい。こよいちゃんに負けるかもしれん、これ。得意マップか、こよいちゃんもしかして。いや、もう全然行っていいですよ、こよいちゃん。どうせ止まると思ってるんで。いつまでそんな口が叩けるかな。いや、こればっかしやね、本当に。こよいちゃんがリード取ってるから何も言えないんだよね、俺。すいません、師匠すいません、調子乗ってました。超えれると思ってました、師匠。いや、これの教えが足りなかったかな。そう、師匠もね。あ、師匠ね。ああ、これいけちゃうかもよ、俺もう。もう、無理じゃないのよ。師匠は、クリスマス、何してたんですか？ねえ、待って待って。ねえ、黙って行かないでよ！え、黙ってないよ。師匠はクリスマス、何してたんですかって言いながら言ったからね。火曜。うん。ちゃんと充実したクリスマスを過ごしてましたよ。うわ、これは男だ。彼氏がいるんじゃない？いるってこと？家族で過ごしました。ね、今クリスマス、なんなら今日クリスマスやもんね。最悪や。でも、一応俺たちは、行くんや。一応クリスマス一緒に過ごしてるってことになるからね、これも。だから俺はこゆちゃんと過ごしてるし、こゆちゃんはアンナイさんと過ごしてるみたいな。やばー！アンナイさんとこゆ一緒に過ごしてるってことですか？そういうこと、クリスマスに。クリスマスに一緒に過ごしちゃってる今。やばいよ。メリークリスマス。メリークリスマス。あ、気まず。どう過ごしてたんですか？女ですか？女から飯誘われたよ、俺は。でも、あ、そうなんですか？うん、でも断ったけどね、俺。なんで？クリスマス絶対混むから行きたくないわっつって言って断った、しかもキャバ嬢お店来ての連絡やった。最悪。ちょっと悲しいやつ。はい、ああ惜しい。2人とも惜しい。いや、いけるぞこれ。あ、でもこゆちゃんこれ得意やね。そうですね、賞味余裕。ん？賞味余裕ドン。でも年末やん。今年をさ、ちょっと一回振り返ろうよ、こゆちゃん。あ、いいですね。うん。痛い。ちょっと待って。振り返ったら26メートルで死んだ、俺。今年はどんな1年だったこゆちゃん。それこそ、アンナイさんのおかげで、はいはい。いろんな人と知り合って、はい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 。いろんな方と喋るようにもなって、みたいな。人見知りなくなったよね、こゆちゃんね。そうなんですよ、なんか。ちょ、ほんとみんな聞いて。前、ほんとひどかったよね。一言も喋らない。そうなんですよ、なんか置物みたいな。ね、アナイサバ最初来た時ひどかった。本当にみんなが気遣ったもんね。そうなんですよ、もう。逆にね、庄司とかが気遣って喋りかけるみたいなね。俺とかみんながね。そんな感じだったけど、最近も自分で喋れるもんな、こゆちゃん。うん、喋られる。いやー、師匠偉くなりましたね、ガチで。いやー、ほんとっすよ。でも、アナイサバって今年？去年じゃない？え、去年？あ、そう、去年よ、アナイサバは。でも今年は多分、こゆちゃん一人で結構活動頑張ってたよね、多分。で、他のアナイサバ以外の人とも絡んでた。あー、確かに、そうですね。なあ、こゆちゃん、一回下見てもらえるかな？アナイさん？アナイザ。ねえ、待って。あー、待ちましょうか。はい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 。ちょっと待って。苦手なの。いや、難しいね、結構ね、そこね。まあでもこゆちゃんはすごい飛躍の年というか、まあ頑張った1年だったんだろうね、きっと。そうです、なんか特に人間関係とか頑張ったかもしれない。頑張るもんじゃないからね、人間関係って普通は。じゃあ彼氏はできたんですか、この1年で？あ、ね、かわいそうなやつでしたね。落下死とともに心にも傷を負っていく。負いましたよ。いや、タバコでも吸っちゃうから、アナちゃん。え、これはいい。うん。でも一人でできることも増えました。今までできなかったことができるようになったってことよね。うん、何ができるようになったの？美容院も行けるようになったし。一人でね、今までは行けなかったのに、美容院。そうか、自分で切ってたんですか、髪の毛。そうですよ、ずっと。セルフカットしてたの？そうです、そうです。絶対おかっぱみたいになってないそれ。よやよ、パツン。パツンだよね、絶対。え、マジで美容院行ったことなかったの？全然ないですよ。マジで？一人で行くのはじゃあ初めて今年？あ、そうです、そうです。行けるだろ普通一人で。化け物じゃん。え、他には何かある？他には眉毛サロンとか、まつげとか一人行ったり。あとお店でお洋服買いました。なんかおしゃれに目覚めたってこと？じゃあ。そうそうそう。ああ、今まではおしゃれじゃなかった。すげえダセえやつだったけどみたいな感じ？そうですとは言いにくいよな。言いにくいけど、でもおしゃれに目覚めたやん。女の子っぽい可愛いことが好きになったって感じやね。じゃあ、今までなんか一人でどこも行け、あ、躊躇ないよね、その出口まで行くとこき。俺待っとんのに。よしじゃねえよ。まあでも俺勝てると思ってるんでね、今んとこね。あ、ちょっと待って、これ見えました。これいきますよ。うまっ。なんでうまない俺。俺自分で引いちゃったマジで。俺マジでうまいな。良かったですね。ねえ、見えたもんね。でも俺にも聞いてよ、1年どうでしたって。どうでした、案内さん。半分以上休んだ、YouTube 活動。配信多分ね、ほんとちょくちょくしとったけど、毎日ずっとやっとったのが、パタンとやらんくなって、動画投稿もやめて、多分、まあちょくちょくショートとか上がっとったけど、半分以上は休んでると思う。半分ぐらいかな、動画。去年が、1年で400本あげたんよ、動画。え、すごい。そう、1日2本とか3本あげとった時もあって、お、いけそう。おい、で1日2本とか3本とかあげとった時もあって、これじゃん話してる途中よ、俺は。うん、そう。でも今年多分ね、半分以下マジで。そう、でもね、その年末にかけて頑張ろうってなって、今毎日投稿しとるんやけど、復活、穴井詩一復活って感じやね、今現在は。とてもいいですね。でもまあゆっくり休ませてもらってね、もう普通に最高の1年やったかもしれない、言うたら。うん、でもお休みの間とかどう過ごしてたんですか？メンタル病んでた。病んでたっていう感じではないな。その通話とかしてたじゃん、多分ちょくちょくこゆちゃんとか穴井様の人たちとかと。そうですね。でもまあなんかちょっとモチベーションっていうの、モチベーションあんま俺言いたくないんやけど、モチベーションってないと思ってるから、プロはやるしかないと思ってるから、でまあお金もらってる以上プロだからやるしかないと思ってたんだけど、なんかほんとそうやってずっと思ってたんだけど、今もまたそれに戻ったんだけど、その休んでる時はもう本当にモチベーションがなかったとしか言えない、ガチで。結構大事ないい1年でしたのですね。いやでもやっときゃよかったってなった、結局。あ、逆に結局なぜ俺はやんなかったんだろうまで言ってる、あの時に。うん、やっぱね、活動者は活動してなんぼやね。確かにありますよね。そう、時やってればなーって。そう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 、もうでも取り戻しようがないんで、その時間は。でも今が良ければいいってことでね。でもみんなとちょっとあれだよな、仲良くしてたのにそれがなくなっちゃったのがちょっと寂しいなとは思うね。やべ、全然動画で使える内容を話してない、ガチのやつ話しちゃった。もう一回やっていい？今年どんな1年でしたみたいな感じで聞いて。今年どんな1年でした？めちゃくちゃ女抱いてた。やばー。最高の1年だったね。絶対嘘だし。今年ゼロかもしれん俺。これアメイさんと喋ってて、女の子となんかそういうことになったって聞いたことないですよ、実際。確かに、だって絶対言うもんね、俺って裏だったら、うん、昨日まるまると遊んだとか絶対言うタイプじゃん。言うタイプ。自慢したいもんだって俺、女と遊んだら。マジでないからね、本当に。アメイさん女遊びしてるイメージなのに。いやもうモテるんやけどな俺は。なんでやろうな。あ、こいちゃん下見てね、普通に。なんで？こゆちゃん、これね結構むずいっすね、これ。こうむずいっすね、ちょっと。あれ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 れれれれ、ゴールですか？あれ、こゆちゃんダメだよ、こゆちゃん全然ゴールしてない、全然。こっからはこゆちゃん画面、こうモザイクね。でもこゆちゃんしてないですよね。してないよ、もうしとるわけないよ。はい、ということで、師匠奪還無事ね。結構俺ら上手くなってない？アスレ。いやでも紙一重で俺が勝ったからよかった、先言っといて。今回だけ、今まで俺ずっと待っとったやん。今回だけちょっと先に、これ以上難しいコースになったらこゆちゃんクリアできるかなと思って下見行こうと思ったら、コングラチュレーションっつって出てきて、やっべってなった。でも俺が師匠で、まあ今年ね、今宵もあなちもね応援してくれて皆さんありがとうございますということで、ありがとうございます。でもいい締めなんじゃない？師匠で俺が始まった1年で、で最後弟子取られてさ、最後は師匠を俺が奪還するみたいな。あ、ドラマチックです。そう、こゆちゃんもだからちょっと最後に穴井リスナーに向けてね、ちゃんとお礼をね、よく動画出てたし、はい、今年1年の締めをね、こゆちゃんにやっていただこうかなと、はい、いきますか？はい、喋る内容考えてからにする。はい、ということで、来年もじゃあ動画出てくれるってことよね、うちのね。あ、もうぜひまたうん、取り戻しに行くので。いやもう師匠シリーズもうもう終了。なんで俺が師匠のまま終わる。ということで皆さん良いお年をということでね。まだでも動画上がるかもしれないけど、これが29日なのか28日なのかわかんないけどね。次ワイホにね、今からブラックメールでワイホにこよいちゃんが DM でちょっと色恋します。普通に DM で「ワイホさん一緒にやりませんか?」って言ってやります。でも中身俺です。 VC でワイホと喋ってるんですけど、ディスコードで俺こよいちゃんとつながっててワイホを落としに行きます。その企画もねあるので、ぜひお楽しみにください。はい、ということで、一応こよいちのチャンネル概要欄に貼ってきまーす。ありがとうございます。登録してください皆さん。なんか4万人いたらあれでしょ？そうなんです、新衣装めちゃくちゃ可愛いので見てほしい。はい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 。俺もちょっと楽しみにしとるから、それは楽しみにしてください。ぜひ皆さん4万人協力していただけると嬉しいです。協力してくれた方コメントしてくれたら俺がちょっとだけ感謝するし、こよいちも多分感謝する。感謝する。うん。じゃあということでまたねー。